はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、アーダーザスパイバイオハザード4やっていきましょう。と今回で多分ね、無事クリアできると思います。またボスはね、もうネタバレするとウザウザーさんなんだよね。ウザウザーって何だったっけ。あ、テニスの王子様だ。そうだそうだ、ウザウザーみたいな、テニスの王子様でね。でなんかリリアデント・クラウザーとかっていうキャラで出てきて、なんかしれっとなんか日本に残った影響からかなんか知らないけど、テニスの新テニスの王子様の方でね出てきたりとかしてたけど、でももうなんだかんだ影の薄いキャラだよね。なんかクラウザーって名前のあれはなんかイケメン、あでもここに来てくるクラウザー大してイケメンじゃないもんなボロクソに言うっていうそうそう、じゃあここでもう弾を打ち尽くしていきたいと思います。理由はもう次がクラウザー戦になって、クラウザーはまあ例のごとくね、またあの格好で来るので、もうナイフでとどめ刺すだけでいいかな。特に別にマシンピストルを打ち込んできたりとかそういうわけではないので、もう弾をできるだけ打ち尽くしていきたいと思います。あれでもちょっと待ってよ、弾普通にハンドガンだよね、うん、でもなんか敵はもう出てこないか。これサンプル3つとか4つ目で5つ目をクラウザーがなぜか持っていると。でそのサンプルの回収をさ、その任務としてさやってこいって言われてるのに、クラウザー持ったもん。あ、そっか、クラウザー持ってていいのか。それがあれだもんね、レオンの、レオンじゃないレオンが黒幕になっちまうそれ言い方だったら。レオンじゃなくて誰だったっけ、ウェスカー、ウェスカー、ウェスカーのだよね。なんかすごい意味深にあれだよね。さて、じゃあ敵がブワー出てくるから、背中を向けて操作。あ、もうこれで解除できたから、あ、そうか、戦わなくてもいいんだな、ぶっちゃけると。じゃあドーン、終わり、もう敵出てこない。え、これで終わりなわけないよね。あ、来た来た、 OK。 じゃあなんかね、どうしてもねこういうところね、なんか慎重派というか貧乏症というかね、なんかあんまり強くない武器から使ってってね、で残りで強い武器使っていくっていう、そんな感じになっちゃうね。よっしゃ、うりょ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 う、オッケー。可愛いんだよな、足太もも打たれて痛がってる姿ってな。これ多分カプコンさんネタとしてやってるよね、間違いなくね。ああ意外と、あ、そっか、埋め尽くされてるからか。どうしようかな、これでももう敵出てこない、いる？まだ。どうしよっかな。もうでも拾ったとってやもんな。木。まあでもあんまりもう使うこともないか。ここに来てあれだ。うわ、めっちゃいたわ。ああ、じゃあもう打ち尽くしセールだね。OK。これでも100発全部打ち。ああ、それでもあれだね。OK。マシンピストル拾って。で敵は、あー、バーゲンセールでももう回復させるところがないのよね。敵も出てこないし、かといって弾をこれ以上増やしてもうざうざ戦で使うこともないから、どうしよっかね。マシンピストルじゃあとりあえずなんか数合わせ、こんだけあってもあれだな、あんま意味ないんだな。よし、じゃあ行きましょうか。サクッとクリアしちゃおうぜ、今日は。動画時間が短かったらごめん。その時は、その時だ。で、ここがヘリの来るところな。これはまあ、多分本編と全く絡みのない、単なるおまけパートみたいな感じなんだろうけどね。とりあえずじゃあ、多分あんまり意味ないんだろうけど、ダメージをちょっとで、あ、おへそ、綺麗。お、お、あ、ちょっと待って。さすがウザウザ強かったわシンプルにやられたわ。恥ずかしい。これあれだね、向き振り返ってる時間がもったいないから、こういうのでちょっと下がっていって、キャキャキャ、ふっふっふっ、あ、ちょ、あぶら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 、よし、いた、ちょっと待って、やっぱ強いわ、さすがボス。これさ、まあ、ちょ
ちょっと待って、あれ、万が一のことがあったとしてさ、やべえわ、これ来るの待ち構えてた方が良さそうだね。オッケー、あ、ちょっと待って、なんか半ばナイフを覚えたから、なんかすごいやり方が下手くそになってるよね。ふっ、オッケー、思わずあのメインメニューを開いちゃったこれ本当にボスだったの。2発で終わっちゃったよ。あ、やっぱりナイフなんだな。 OK、 まあ5つサンプル回収できたということでね、もうこれで終わりです。あとはエンディングをみんなで楽しんで終わろう。うん、あ、なんかいつもさ、なんか雑談とかするじゃん。そんな暇もないくらいあっという間に終わっちゃったよね。とりあえずまあエダのおへそは綺麗です。なんかもうこの、エイダとかやったらなんかもう、なんかあれだよね、エイダとかってさ、入ったらさ、なんか腰を振る間もなく男の、なんかすべて精気を、精液じゃなくて精気をすべて絞り取られそうな感じがする。これスイッチを入れないってなったらしたらどうなんだろうな。あ、まあ、もう一瞬で終わっちゃったけど。OK。任務完了。ちょっと待って、サンプル1個しかないぞ。ああ、ですか。I like that. He's dead. Is Krauser there? He's dead. だよね。Pity. Hmm. But after all, just a little spent grunt. 本編の方では、あ、あいつがみたいなこと言ってたのに、やはり小物だったかって。そこら辺の整合性をちゃんと取ってもらえる。世界のバランスを変えるその時が来た。確かにバイオ5でそのこと言ってるんだけど、なんかちょっとこの時のウェスカーって小物感出てるんだな。はい、まあ普通にゲームとして楽しめたからよかったということにしときましょう。いやー一瞬でしたね。なんかごめんなさい、もう終わっちゃいました。多分10分いかないですねこれね。はい、ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回からせっかくね、2週目でロケランとそれからシカゴタイプライターが使えるようになりますんで、その2つを手に入れて、まあ、ちょっとサクサクというか、まあ雑談をねまたねしながら、普通に2週目でちょっとこれまで苦労させ1週目で苦労させられた敵をボッコボッコにしばき上げるという動画をね仕上げていきたいと思いますので、またぜひね、ご視聴いただけたら嬉しいかなというふうに思います。とまあ毎度のことを言ってるかと思うんですけれども、まあそんな中でね、ぜひねこんな話題でお話をしてほしいというねトークテーマっていうのがいただけるようでしたら、皆さんのそのトークテーマをぜひ取り扱っていきたいと思いますので、数少ない視聴者の皆さんもぜひね応援と高評価と、そしてチャンネル登録ボタンね、いただけたらと思います。いずれはね、1000人超えて、ちょっとずつちょっとずつチャンネルを大きくしていきたいと思ってますんで、もう3年経つんだよ。もうすぐね。3年経つのにこの調子だからね、あんまりよろしくないっていうのは分かってるんだけど、まあまあ、趣味と、ストレス発散というところで、ぜひ今後もお付き合いいただけたら嬉しいかなというふうに思います。ということでね、もう終わるかな？そうだね、バイバイってやってるからね。はい。楽しかった。シンプルに楽しかった。なんか久々にやったらこういうの楽しいよね。Very cute。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。見ないよ。